木でちゅか。それをやったのが所長だと言われてまちゅが、それは本当なのでちょうか。それで、でちゅか、レイさんが所長を恨んでいるのは。でも、それは逃げたわけではなくて。違う。おはようございます。よろしくね。誰？
彼って釣れないな。私のこと覚えてないんだ。そうだよね、覚えてないよね。当たり前だよね。男の人って多分そうなんだよね。女の子にとっては特別なことでも、男の人にとっては いよ。謝られると余計惨めで辛くなるしさ。気にしないでよ。私は気にしてないよ。だってしょうがないことだもんね。ベッドで水着、このギャップがドキドキしない？謝らないで、辛くなるから。あなたは私のことを覚えてないんだから。ずっとずっと、それこそ何十年も何百年も私はあなたのことを忘れなかったのにね。やっと会えたのにね。こっち見てもらった方が早いかな。あれ、旦那様はあまりシャレが通じないのかな。半分正解。それじゃ、後ほど。名前は朝霧和沙。身長142センチ、体重3サイズは秘密よ。まあ、あとあとわかるでしょう。何それ。
それそれ。はあ、そういうところなんだ。じゃあ、後ほどお会いしましょ。それと、早くなんか着ないと風邪ひくよ。あー、ごめんね、リニアちゃん。リニアちゃんの大切な仕事を奪っちゃって。もらったのですよ。それでは失礼します。ほら旦那、リニアちゃん行っちゃいましたよ。追いかけてあげないと。理屈なんてどうでもいいの。女の子が泣きながら出て行ったんだから、男の子は追いかけるの。あー、いい年こいて細かいことばかり。そういう些細なこと話してるんじゃないの。まあいいから、トップと言ってあげなさい。ったく、相変わらず女の子の気持ちが分かってないんだね。じゃあまた後で。早く服着なさいよ。所長、おはようございまちゅ。ん？どうしたのでちゅか、所長。なんか不機嫌でちゅね。ああ、商品管理部のカズサちゃんでちゅね。今朝方、命令書を持ってきました。おニューの水着を着込みまして。大お披露目大会ですよ。そんな人を猫か犬かみたいに。ちゃんとドアから入ってきましたよ。隠密行動でしたけどね。いや、あれですよ桐島さん、いつでも日常が実践なんですから。日々臨戦態勢ってやつ。何の用だなんて、正式に挨拶しに来たに決まっているじゃないですか。朝のご挨拶ですよ。ふっ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 ふ。はーい、以後気をつけます。改めまして、私朝霧和沙、商品管理部観察室からやってまいりました。いざやらしく。
こんな露骨に嫌な顔しなくてもいいじゃん。まあ、私もやることやったらすぐ帰るしね。萌えっ子島、メイド訓練所所長である神崎隆弘護衛せよとの命令なんで。さあ、命令できたんで。それじゃあ、私はどうしろってのよ。そういうわけにはいかないっての。私にもプライドがあるんだから。意地でも、あなたを護衛します。護衛する。護衛する。護衛するったらするの。護衛する。ああ、もううるさいでちゅ。二人とも子供みたいに意地を張り合わないでくだちゃい。シャラップでちゅ。旦那、威厳なーい。カズサちゃんも黙って。はい。カズサちゃん、所長は一旦へそを曲げると意地でも通さないのでちゅ。ほとぼりが冷めるまで他のメイドたちと動いてもらえまちゅか。幸いカズサちゃんはシェフの資格を持っているようでちゅし、厨房に入ってくだちゃい。はい、わかりました。霧島さんがそう言うなら仕方ないのでしょうね。旦那様、上司思いの秘書さんがいて幸せね。ちまちた。スケジュールを組み直しまちか。そうでちゅか。ふむふむ、なかなか根性はあるんでね。